今シーズン自己最速で20号ホームランを放つなど絶好調の我らがギータ先生、好評のリモート授業第3弾、今日の質問は？ジエちゃん、8歳。最近あのヘルメットが取れてベース一周していましたが、その時の気持ちを教えてください。そうなんです、ギータ先生、先月ほぼ右手一本でホームランを打った際、見てください、フルスイングがゆえにヘルメットを飛ばして、はい、このままベースを一周してしまったんですね。確かにありましたね。なびいております。そしてこのヘルメットは川瀬選手が拾ってくれたんですね。さらにベンチ前ではこんなやり取りも。いや恥ずかしかったですよ。あれ恥ずかしかったですか？打った後あのヘルメット取ろうかと思ったんですけど、さすがにやばいでしょ、走らんと。なんで走りましたけど、入った時はヘルメット拾っときゃよかったなと思いましたね。まあ、ヘルメットなしでノーヘルで走ったんで、無免許のそのバイクの運転みたいな感じじゃないですか、今度。ノーヘルはやっぱダメですよ。ダメです。しっかりヘルメットをかぶって走りましょう。しっかりヘルメットをかぶって走りましょう。そしてここで話題は最近のギータ先生のサラサラヘアについて。もう本当ホークスの中でも三大サラサラヘアかなと思ってましたよ。そう、ホークスには三大サラサラヘアが存在して。何？まずは明石選手のファインプレーからのサラサラ。確かに。お次は甲斐選手の甲斐キャノンからのサラサラ。確かに。そして最後がギータ先生の特大ホームランからのサラサラ。甲斐選手、赤井選手。そうですね、ケンジさんとか見たらマジかっこいいよねみたいな、嫁さんにそれ言ったらやめた方がいいよって言われました。